潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、様々な事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ、放送を通じて呼びかけを行っています。こちらは潮風です。それでは日本語のニュースと解説、日本海に架ける橋をお送りします。潮風は4月1日から2つの周波数で同時に放送を行っています。これは北朝鮮当局が行っている妨害電波を打ち破るためのものです。2つの周波数で同時に放送すれば、妨害電波をかけるのが極めて困難になり、潮風が常に聞けるようになります。どれかの周波数に妨害電波がかかっていても、他の4つの周波数のどれかでお聞きになることができます。今後も潮風をお聞きください。こちらは潮風です。はじめに日米首脳会談についてお伝えします。1月21日、日本の岸田総理とアメリカのバイデン大統領の首脳会談がオンラインで行われました。まず会談冒頭のやり取りをそのままお伝えします。 The Prime Minister, can you hear me? Yeah. Good morning, John. Good morning. How are you? Fine. How are you? It's good. Good to see you again. Yeah. Why is it? Lots of fun. I enjoyed our brief meet in Glasgow. グラスゴーで見つかったんですけどもお会いしました。本日お時間をいただきまして、感謝申し上げます。オミクロン株の、感染急拡大もあり、残念ながらこの訪米は次の機会に待たざるを得ませんが、本日こうしてオンラインでお待たせいただきますこと、大変嬉しく思っています。Thank you for taking your time today. Of course, unfortunately, due to the pandemic, especially due to the spread of the Omicron variant, I will have to wait for another opportunity to visit the U.S., but I'm delighted to have this virtual meeting today with you, John. I'm anxious to be able to come to the U.S. I'm looking forward to that. アメリカに来られることをぜひ心待ちにしています。はい、日米同盟は、日本の外交安全保障の基軸であり、インド太平洋、そして国際社会の平和と繁栄の基盤です。日米同盟の下、両国がしっかりと連携していくことが重要であり、まず上とじっくり議論して、お互いの信頼関係を深めることが何よりも大事であると確信しています。The U.S.-Japan Alliance is the foundation of Japan's foreign and security policy and the cornerstone of the peace and prosperity of the Indo-Pacific region as well as the entire world. It is vital that under our alliance that our two countries work closely together, and I'm confident that the most important thing is to deepen our personal friendship and trust by discussing with you, Joe, on all sorts of issues. 本日はエマニュエル大使も参加されていると承知しています。上の信任の厚い大使を日本にお迎えできますこと、我々大変嬉しく思っています。
I understand that His Excellency Ambassador Emmanuel is in attendance. I am absolutely thrilled to welcome. I'm absolutely welcome, Ambassador Emmanuel. To Joe, I understand you have great confidence and great trust in him. Well, Prime Minister, I have great confidence in him. I have great hope for him, but the reason is he knows me so well that he knows things he shouldn't know about. He's a friend. But if he says something, he's speaking for me. And besides that, he used to be the mayor of Chicago, so be careful. さて、今日早速、この日米、のさまざまな課題についてお話をさせていただきたいと思います。このように和やかな雰囲気の中で会談は行われ、日本とアメリカの結束が確認されました。会談の終わった後、記者会見の席で、岸田総理は次のように述べています。会談ではまず自由で開かれたインド太平洋の実現に向け日米が連携し同志国との協力を深化させることで一致するとともにバイデン大統領の訪日を得て次回日米豪印首脳会合を本年前半に日本で開催する考えを伝え支持をいただきました。地域情勢に関する議論では東シナ海、南シナ海、香港、新疆ウイグルを含む中国をめぐる諸課題や北朝鮮の核・ミサイル問題について日米の緊密な連携で一致するとともにバイデン大統領から拉致問題の即時解決に向け強い支持を得ました。またウクライナ情勢について引き続き日米で連携していくことで一致いたしました。そして安全保障では私から新たに国家安全保障戦略などを策定し日本の防衛力を抜本的に強化する決意を表明しバイデン大統領から日米安保安全保障条約第5条の尖閣諸島への適用を含む揺るぎない対日防衛コミットメントについて発言がありました。このほか経済問題なども含めて日米の連携を強めることについて予定を大幅に超過してこの2人の議論が行われています。今後日米による北朝鮮、中国、ロシアへの圧力はさらに強まることが期待されています。特にこのところ北朝鮮がミサイルを乱発することによって日本の中では北朝鮮に対する敵基地攻撃能力を持つべきであるという議論が非常に強まってきております。で、通常国会での岸田総理の所信表明演説の中にもこの敵基地攻撃能力を含めて検討していくということが言われており、今後これが進展すれば北朝鮮にとっては逆に非常に強い脅威になることが予想されています。またこれは同時に中国、ロシアに対しても強い抑止力になることは間違いありません。このようなある意味で言うと日本としては日本の防衛力の増強のために北朝鮮が協力してくれていると言えないこともないわけですが、そういう中で日本とアメリカの首脳が会談をし、そしてその意見の一致を見たということは非常に大きな意味があるものと思われます。以上、日米首脳会談についてお伝えしました。続いて
北朝鮮と韓国の間の水面下の交渉についてお伝えします。自由北韓放送は1月24日ニュースの中で北朝鮮ミサイル挑発の最中にもパクチウォン、キム・ヨジョン水面下の交渉が行われたのかという報道を行いました。その内容をご紹介します。北朝鮮の相次ぐミサイル挑発の最中で行われたものと伝えられた南北の高位級の連絡チャンネルがパクチウォン国家情報院長とキム・ヨジョン北朝鮮労働党副部長である可能性が大きいものと知らされた。23日政府の高位関係者は毎日経済との通話で現在も北朝鮮と連絡を取っているとし南北間の水面下の交渉が行われていると明らかにした。国家情報院も去る21日国会の情報委員会でこのように報告したものと伝えられた。両側の意思疎通は南側がパク・チウォン国家情報委員長と北朝鮮が対南外交全般を干渉するキム・ヨジョン副部長の間で行われているものと把握されている。ただしこの関係者は南北間の高位級の連絡に関連した内容について具体的な事項は話すことができないとした。現在までは街頭のチャンネルを通じた南北間の連絡が公式対話に交渉再開などをはじめとして深い内容までは至っていないように思える。彼はこの通話で北朝鮮が核実験と大陸間弾道ミサイル試験発射など戦略兵器試験再開の可能性を強く圧迫中である局面で韓米間にも緊密な協議が行われていると説明した。そして韓米間の同盟関係がある時よりも強固になって高位級で毎日通話が行われていると強調した。一角では政府が高位級の連絡チャンネルを通じてムン・ジェイン大統領が語る平和の制度化に対し北側の共感会を引っ張り出すという努力を持続している可能性が提起された。また別の政府関係者は北朝鮮では北京冬季オリンピックを前にして危機が高調する情勢が劇的な武力支持あるいは対話に向かった体制転換モードに有利な時期であるものと見解を明らかにした。トトのニュースが流れております。韓国の中では様々な形で北朝鮮側への接触を行っているようですけれどもこれがうまくいく可能性というのはやはり少ないのではないだろうかと思います。韓国の中は現在、大統領選挙3月の大統領選挙を前にして与党と野党の候補者がもう僅差で競っているというところです。与党側としては何としても南北関係を良くしたいということのようですがそれが成功するという保証は今のところ見られません。以上、韓国と北朝鮮の間の水面下の交渉についてお伝えしました。先ほども申しましたように韓国は現在大統領選挙の、事実上真っ最中です。これによって北朝鮮との関係も大きく変わることが予想されます。またこのニュースをお伝えします。です。続いて救出への道のコーナーです。
朝鮮による拉致被害者増本留美子の弟増本照明です。留美ね、元気ですか？拉致被害者の皆さん、お元気でお暮らしでしょうか？1月になって寒波が押し寄せました。日本の北日本、そして北陸、本当に大雪で今非常に困難な状況に陥っているところもありますが、この寒波、北朝鮮ではどういう状況なんでしょうか？北は雪はそんなに降らないけれども、ただ寒さは凄まじいものがあると聞いています。零下20度30度そんな中で暖は取れてるんでしょうか？北朝鮮の経済事情を考えると、石油もない、暖も取れない、食料もない、そんな話も聞きます。皆さんはどのようにお暮らしでしょう？蓮池薫君の本の中には、毎年毎年冬になると家中にある服を重ね着して、そして寒さをしのいでいたという部分があります。皆さん今でもそうやって寒さをしのいでらっしゃるんでしょうか？今年は特に武漢コロナのせいで外出がままならず、食料も手に入らない状況があるのではないかと非常に心配しています。カール君たちが帰ってきてから今年で20年になります。またおそらく今年の9月10月にはその話題で持ちきりになるでしょう。あれから20年、皆さんどのような精神状況でお暮らしなんでしょうか？ルミネはどういう気持ちで今いるんでしょう？20年というのは長いです。本当にこの間皆さんを待っているご家族も、ルミネを待ってた両親も他界してしまいました。ルミネが帰ってきても抱き合って喜ぶ母や父はもういません。それでも兄弟は最後の最後まで諦めないという気持ちであります。昨年亡くなられた飯塚前代表は亡くなる直前の集会に出てこられて、諦めないという言葉を3度使われた。その諦めないという言葉を私は今後私の運動の糧として生きていこうと思っています。そして今私が、各州で行っているというか放映していただいている拉致問題アワー、今年になって私は留美子のことをみんなに知ってもらいたいと思って、ルミネーの小さい時の写真から中学、小学校、高校、社会人の時の写真を提示して、この時はどういう状況だったとか、どんな、暮らしだったとか、という話もさせてもらっています。みんなにめぐみちゃんや八重子さんだけではなくて、デミ子という存在もいるということを知ってほしいから、二人だけではない、本当に多くの拉致被害者がいるということを知ってもらいたいから、一人一人に焦点を当てていこうかと思っていますが、私が今一番知っているのはやっぱりルミネーのことですから、ルミネーのことを詳しく3回に分けてやっています。反響はさほどないですけれども、小さい時のルミネーと私の写真を掲載したり、ルミネーの本当にあの中学校の時の写真を画面に写したりして、ルミネーが日本で幸せに暮らしていた時期の写真を提示し、本来ならば日本で幸せに暮らすべき人たちが北朝鮮に
まだ抑留されているという現実をしっかりと知ってほしいと思っています。そんな日本ですけども、再びオミクロンという、アフリカで発生したコロナの変異株が大流行しております。まあこれはデルタ株よりも死亡率も致死率も低いんですけれども、とにかく感染率が高い。インフルエンザなどの比じゃありません。1日に1000人ぐらいのペースで、東京は1000人増ぐらいのペースで増え続けて、今や1万人前後、先週の土曜日で1万2000人を超えました。昨日日曜日は1万人を割ってしまいましたけども、それでもまだまだ油断をできる状況ではないので、こちらも気をつけながら生きています。私はこれまで何度も PCR 検査をしましたけども、未だかつて陽性になったことはないんですね。不思議なことに、これだけ流行っているのに。そして、まあ、自分では気をつけてはいますけれど、消毒もし、そして、うがいもし、手洗いも励行し、マスクもしています。でも、まあ、かかる人がかかるし、私は運よくかかっておりません。まあ、いつかかるかわからないですけれど、それでもオミクロンの場合は重症化しないということで、ワクチンも今度3回目のワクチンを打つつもりです。北朝鮮ではワクチンが手に入らないでしょうね。早く日本で温かい幸せな日々を送るように夢見ててください。朝鮮による拉致被害者家族連絡会、増本照明がお送りいたしました。JSR、こちらは潮風です。からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者横田めぐみさんへのメッセージをお届けします。横田めぐみさんの弟さん、横田哲也さんからのメッセージです。このメッセージは2020年11月に新潟で行われました忘れるな拉致県民集会において収録したものです。死を受け継いで結果を出すことが私たち家族であり政府の使命ではないかと思っております。この拉致被害者に関しては一日一日を生きる伸びるために死に食いしばって本当に耐え抜いているわけです。どうか頑張ってほしい、本当に頑張ってほしいっていう、そういう稚拙な言葉は本当に卑怯だと思いますけれども、本当に頑張ってほしいと思っております。私も本当に親耳ではなくてですね、本当に姉のお母さん助けてって、哲也何やってんのところが私聞こえますね。なんとかしたい、きっと出したい。私たちが望むものは特に全員の一括帰国、それ以外にはございません。これも暴力の一個として考えられるのが、シンボリックな横田めぐみを返すからもう日本日朝国際化しようよということがあるかもしれない。その時に当然私は姉に会いたいので、そうだねと言いたくなるかもしれませんけども、それは私は申し訳ない。全員が帰ってくるまで来れない。誰一人戻さないで同胞を取り戻す、それは私の使命ではなく日本政府の使命でありますけれども、そこが揺らいだら同胞日本人の人権人命が奪われる。こちらは潮風です。この放送を船の上で聞いている皆さん、日本に船でやってくる場合、
皆さんは当然危険を冒して日本を目指されるものと思います。無事願いが叶うようお祈りしております。皆さんが無事に日本で保護されるために日本の近くに来たら次のことを守ってください。まず武器、麻薬などを持っていれば犯罪者として扱われます。皆さんの身辺が危険になります。北朝鮮を脱出するとき必要であったとしても日本に着く前に全て海に捨ててください。皆さんから攻撃されない限り日本の警察も海上保安庁も軍も皆さんを攻撃することはありません。警察官、海上保安官など上陸した場所にいる人の指示に必ず従ってください。日本では犯罪を犯さない限り皆さんは保護されます。また拉致被害者など日本に関係のある人が乗っている場合はそれを伝えてください。拉致被害者についての情報をお持ちの方はそれを伝えてください。これは一度だけではなく警察にも海上保安庁にもあるいは近くに一般の人たちがいればそれらの方々にも繰り返し伝えてください。拉致被害者が乗っていればあるいは拉致被害者に関する情報があれば日本政府は皆さんに対してそれにふさわしい待遇をします。潮風では船で日本を目指す方々のためにも逐次情報を提供します。ぜひ今後も潮風をお聞きください。こちらは潮風です。東京から北朝鮮におられる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮に渡って戻れなくなった皆さんへ放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受けお送りしています。潮風の放送内容は拉致被害者、拉致の可能性のある失踪者のお名前やデータの読み上げ、ご家族からのお手紙の代読、ご家族からの直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者のお名前の読み上げと日本語、朝鮮語、英語によるニュースや解説です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず助け出します。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を第三国経由で日本に送れる可能性がある場合は東京中央郵便局書箱1022号、潮風宛てでお送りください。ただし言うまでもないことですが身辺の安全には十分にご注意願います。こちらは潮風です。また明日この時間にお会いしましょう。お体をお大事に。JSR、こちらは潮風です。